はい、どうもヒデです。今回はセレッソ大阪対ジュビロ磐田のマッチプレビューをしていきたいと思います。前節ホームのセレッソ大阪は先制するも藤田選手の恩返し弾を浴びせられてしまい、1対1の引き分けで終わってしまいました。フォワードが広い範囲でプレーする分、ゴール前の迫力がもう少し欲しいなと思う前節でした。セレッソは3試合勝利がなく、順位は9位という状況です。一方、アウェーの磐田は鹿島と対戦し、前半から主導権を握られてしまい、3対1で敗れてしまいました。ここ2試合は前半に主導権を握られる試合が多くなっていて、なかなかうまく試合を運べていません。順位も15位に転落してしまいました。そんなセレッソ大阪対ジュビロ磐田の予想スタメン、この試合での注目ポイント、注目選手について話していくので、よかったら最後までご視聴ください。このチャンネルでは試合の振り返り、マッチプレビュー、 J リーグの情報について発信していくので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では早速やっていきましょう。まずこの試合の予想スタメンはこちら。ホームのセレッソは中2日ということもあって、ターンオーバーを多くするんじゃないかなと予想していて、フォワードにブルーノ・メンデス、ボランチに鈴木選手が使われるのではないかなと予想しています。センターバックは前節と一緒のマテイ・ヨニッチと西尾選手のコンビで、キーパーは安定しているキム・ジンヒョン選手が使われると予想しています。一方、アウェーの磐田も中2日ということもあるので、こちらもターンオーバーをするのではないかなと予想しています。フォワードを杉本選手に変えて、前節途中出場で調子の良かったファビアン・ゴンザレス選手が使われるのではないかなと予想していて、ボランチにも山本選手が使われるのではないかなと予想しています。疲労を考慮しても、司令塔の遠藤選手とチーム得点王の鈴木選手は外せないんじゃないかなと思い、スタメンと予想しました。続いてこの試合の注目ポイントを3つ話していきたいと思います。まず1つ目は、セレッソの速いプレスを磐田が剥がせるかどうかです。磐田はビルドアップを好んでするチームですが、ここ2試合前からプレスをかけてくるチームに対して主導権を握られてしまっていますし、セレッソも前からプレスをかけてくるチームなので、そのプレスに焦らず繋いで自分たちのボールにして主導権を握れるか、それともセレッソのプレスがはまってしまってショートカウンターでセレッソが仕留めるのか、非常に注目です。そして2つ目の注目ポイントはクロスからの攻撃です。ホームのセレッソは山中選手であったり松田選手などクロスの精度が非常に高い選手が多く、クロスからチャンスを作ることが多いですし、そこからの得点も非常に多いです。一方、磐田の失点パターンで一番多いのがクロスからの失点ですので、セレッソのクロスからの攻撃を磐田が守りきれるのか、非常に注目です。そして最後3つ目の注目ポイントは、サイドバックの裏のスペースを使えるかです。セレッソのサイドバックは非常に攻撃的な選手が多く攻撃参加します。ですので、そこのサイドバックが空けたスペースを磐田のシャドウの選手であったりウィングバックの選手がうまく使えるかどうかで、磐田の攻撃のクオリティが変わってくると思います。ですので、サイドバックの裏のスペースを使えるか、非常に注目です。そして最後に、この試合での注目選手について話していきたいと思います。ホームのセレッソの注目選手はパトリック選手です。パトリック選手は前節途中出場で非常にいい活躍を見せていましたし、後半から出てくるパトリック選手の縦に突破するドリブルを止めるのはなかなか難しいですし、パトリック選手はドリブルしながらもしっかりと味方の位置を分かっているので、クロスも非常にいいものを持っているので、磐田の守備を崩せるか、非常に注目です。一方、磐田の注目選手はファビアン・ゴンザレス選手です。ファビアン・ゴンザレスは前節途中出場でゴールを決めてチームに勢いをつけていますし、とてもフィジカルが強くゴール前で仕事できますし、この試合は中2日ということもあるので、スタメンで出て活躍するんじゃないかなと思っているので、注目選手に選びました。今回の動画はセレッソ大阪対ジュビロ磐田のマッチプレビューをしていきました。よかったら皆さんの注目ポイント、注目選手についてコメント欄で書いていただけたら嬉しいです。そして最後に、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画で会いしましょう。バイバイ。